はい、今回もですね、また100均の商品のね、紹介になってしまいますけれども、このクッションゴムっていうのをね、買ってみました。まあダイソーでね、100円です。で、何使うかって言いますと、まあ前回と言いますか、以前ね、この100均の300円のね、ケースをこのゼンフォンライブにね、つけましたよっていう話をしました。で、まあなんでつけたかっていうと、まあね、ケース買ったんですけれども、まあ、ここ、まあ、すごい個人的に気になると言いますかね、こう、カメラがスレスレね、まあ、出てるか出てないかぐらいなんですけど、もっとね、引っ込んでればいいんですけれども、まあ、これだと本当にちょうど、まあ、同じぐらいかなっていう感じなんで、こう、置いた時にね、気になるということで、まあ、このケースをつけて、使いましょうというところに行って、まあ、このケース自体はね、確かにそんなに、悪いものではなくて、結構ね、ブログとか YouTube とかで紹介されてますけど、そんなに確かに悪いものじゃないんですけど、まあただ、いかにしてちょっとね、これつけるとやっぱ大きくなるんですよね。で、まあバッグをね、持ち歩いてるような、まあ女性の方とかならね、まだいいんですけど、やっぱり、男の方はね、手ぶらっていうのが一番いいんじゃないかなということで、まあこれをね、つけちゃうとやっぱりこう、ポケットにね、入らないし、ちょっと持ちにくいっていうことで、まあなんとかならないかなということで、また少しね、考えて、まあ要はですね、このクッションゴムを、まあこの辺に貼り付ければ、ちょっとね、こういう、こう置いた時に直接つかない、ちょっと浮いてるような感じになって、で、まあかつね、ここに貼る分ぐらいだったらそんなに、ガサばらないし、まあ結構いいんじゃないかなと。で、まあこれがね、クリアっぽい、こういう感じなので、まあこういうね、透明なケースにつけてもそれほど、まあ違和感がないんじゃないかということで、まあ買ってみました。それではね、ちょっとね、つけてみたいと思います。まあ、一応この長いのと、この丸いのがあるんですけど、まあ、丸いのをつけてもいいとは思うんですが、まあ、丸いのだとね、ちょっとカタカタしちゃうかもしれないんで、とりあえず今回は、まあ、こっちのね、無難な長方形の方でいってみたいと思います。100円でまあ12個ね、入っています。それでは、ちょっと貼り付けたいと思います。はい。それではね、こんな感じでつけてみました。こういうね、透明なものの上に、こういう透明な、まあ、クッションって言いますかね、ゴムのような素材になってますんで、まあ、こう置いたときにね、まあ、これでね、レンズは下には直接はつかなくなりましたし、まあ、そんなにこう置いたときのね、ガタつきっていうのもないので、まあ、こっちにつけるっていう手もあるかもしれないですね。そうすれば、二つこうなるかなと思うんですけど、まあ、とりあえず、この片方だけでもいいかなというふうにね、そんなにこう座りは悪くない。また、こう傾いてはいますけど、まあ、普通にこう置く分にはそんなにね、座りが悪いわけじゃないので、まあ、こんな形で使えば、まあ、いいかなと思います。またちょっとこれ、もしかしたら取れてきちゃうかもしれないし、まあはっきり言って見た目がどうかっていうと、まあ良くはないですよね。まあでも、とりあえず、まあ自分の場合は見た目よりもね、やっぱりここのレンズが当たるっていう方が気になるので、とりあえずこれでね、いけば、これならポケットにも入りますし、こうやってね、置くのもそんなに違和感、置くのもね、そんなに気にならないんでいいかなと思います。はい、今回はね、100円ショップダイソーで売ってる、まあクッションゴムですね、横長と丸いのがありますけども、今回はね、とりあえず横長をつけてみました。まあ丸いので、こう4つにやるっていう方法とかもあるかもしれないです。まあ、それはいろいろなね、付け方があると思いますけども、まあ、これ、とりあえず、レンズが当たんないっていう部分になれば、ここだけつけるだけでもね、全然、全然座りも悪くないし、まあ、逆にこう滑らなくもなっていいかなと思います。はい、今回はね、ダイソーのね、100円ショップで購入した、クッションゴムのね、紹介でした。